疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。さあ、はい、今日はですね、はい、まあ、特にいつもの雑談なんですけど、はいはい、この間渡辺さんとちょっと出張してまして、はいはい、でその移動中というかに、うん、こう流してた、はい、動画がありましてね、はい、動画というか、まあ、でそれ見ながらこう移動してたんですけど、うん、それがですね、うん、ドラマ、うん、ボーダー、うん、分かる、分かりますか、うん、ボーダー分かる、小栗旬くんが主演をしていたね、分かる、刑事役で、うん、まあ、簡単に言うと、うん、第1話でね、捜査現場の周辺をちょっと見て回るのが小栗くんの習慣だったんですけど、うん、その時にとある犯人にもう撃たれて、はい、弾丸が頭の中に残ってしまって、でそれを取り出す手術っていうのが非常にまあ困難な手術でね、うん、まあ、幸いにもその弾は中に残ったままなんだけど、まあ、異常はない状態で治ったわけですよ、うん、ところがその弾のせいで、はい、幽霊を、死者を見れちゃうことになっちゃうっていうね、うんうん、で怪我が治って現場復帰をしたら、うん、その殺害された被害者が現れて、はい、死者と会話することができるようになっちゃって、まあ、結果的にそれで、まあ、犯人を逮捕したりとかできていくんですけど、うん、なんかその中でね、うん、まあ、いろんな葛藤があるんですよ、うんうん、例えばだからその死者からヒントをもらったりとか、はいはい、でその犯人にたどり着くんですけど、もちろん現実ではね、まさか幽霊に教えてもらいましたっていうわけにはいかないですから、うんうん、その殺された被害者から、私を見つけてください、私の遺体を見つけてください、事件にして犯人を捕まえてくださいって頼まれても、はい、事件化させなきゃいけないわけですよね、うん、でそのためにですね、うん、古田新太さんが演じていた、まあ、いわゆるなんか裏社会の人間というんですか、うん、こうなんかこう闇の住人なんていうね、そうですね、でそのいろんな、パソコンとかネットに長けたメンバーだったり、うん、あと変装して滝藤さんかな、うん、滝藤さんが演じていたなんか通称鈴木なんて言ってね、はいはい、何屋さんにでもなっていろんなとこに潜り込んだりできるような変装の、ね、達人というか、うん、なんかそういう、こう人たちの結果的には力も借りるんですよ、うん、でも最初はね、そういう人の力を借りるのもね、こう正義感あふれる警察官としてはどうなんだって思いながらも、うん、その憎き犯人を捕まえるためにね、はい、まあ、こう話が進んでいく中で、うん、だんだんこう小栗君の気持ちというか心がね、うん、こう正義って何なんだとか、うん、こう揺れ動いていくっていうね、うん、まあ、まあそういうドラマで非常に面白いドラマなんですけど、はい、改めて僕も久しぶりにね、はい、見たんですよ、うんうん、面白いなと思ったんだけど、いや面白い、うんうん、面白いですね、どうですかこの死者と会話ができる能力、はい、これあったら、いや欲しいですよね、で一応これドラマでは、うん、なんかそのキーンって音がして、うんうんうん、ちょっと本人こう一回ちょっとこううーんって頭ちょっと頭でも痛くなるのかな、うん、うーんってなった後にパッて見ると見えるようになってるんですね、はい、うんうん、こう好きな時に自由に自分が見れるわけではないみたいな感じではあるんですけど、うんうん、どうですかそんな能力ついちゃったら、いやでもちょっと、うん、まあ、欲しいというか、そうですか、そしたらもう僕が 先に死んだらもう毎晩出ますけどね、渡辺さんとか、あそういうのもあるってことあるさそりゃ、そういうのか、そうか、私はさ、そんな代表が毎晩のようにさ、うん、お前、うん、今日のあれはあだっただろうとか言われたりすると嫌だからそんな能力いらない、うん、そうか、そうですよね、確かにこっちがそうしたい時にできる、そう、実際だからそのドラマの中でも、うん、もう小栗君がそのいろんなこう悩みをね、うん、自分の中でこうぼーっとこうしてる時に、うん、もう不意に隣にその死んでしまった犯人のパターンもあるわけですよ、うんうんうん、ね、でその死んだ犯人がだいぶ揺れ動いてるんじゃないですか、はいはい、とか煽ってきたりするわけですよ、うんうん、
もうね、だからそういうパターンもありますから。ですね。それ自分がこう今来て出てきてって言って出てくるわけじゃないですか。そうだよね。そうですね。どっちかというと相手主導ですから。うんうんうん、確かにそうか、うん。そう考えると確かにそうですね。うん、あの伊藤ちゃんほらさっきちょっとね喋、ってたけど、うん、最終回。はい。うん、私の大好きな大森奈央さんがね、いい役でしたね。私大好きなんだよ大森さん。あのもう冷静で、うん、そして非常にまあなんていうんですかね、腕がいいっていうか、うん、もうなんていうんでしょう、悪。そうそうそう。何ちょっと待って、最終回。悪なんですよ。俺見てない、ね。見てないんでしょ。まあこれ見てください。でこの最終回の終わり方がね、非常、うん、こうドラマティックで、うん、当時リアルタイムで僕ね最終回見てて、はい、ふわーってなるぐらい、なってで確かそこからその続編、うん、最終回の続編も、うん、今も Amazon プライムとかで確か見れるんですけど、見たい。あの結構経ってからだったんですよ。うんうん、あ、なるほど。もうすごい、このあとどうなんの、っていうかこれどういうこと、っていう感じで終わって、うんうん、でもうどうしても続きっていうか、うん、でもあれで終わってもよかった、うん、あ、そういう感じなんだって感じではあるんですよ、うん、ほんでこれの続きはでも確かに難しいぞと、うん、あ、そういう感じなんですね。それぐらい最終回非常に、よくできてた、うん、っていうかこのボーダーもね、はあ、やっぱよくできてるんですよ、やっぱ脚本が。いやいや、そう思いますよ。すごい良かったですよね、うん、で最終回まさにね、その集大成という感じで、うん、確かにこの続き下手にチープに書いちゃったら、うん、もったいないぞって思ったんだけど、うん、安心してください、期待を裏切らない最終回になっておりますよ。あ、本当。はい。あ、私、まだ。最終回というかその続編。続編見てないんだな。はい、ね、そうなんですね。っていうね、だからどうします、見れるようになったら。いや、私は見れなくていいよ。いいですか？でもあれですよね、そういうその会話できたらいいなみたいなのってでもありますよね。まああるけど。うん、まあでも内容だよな。例えばさ、自分がものすごく大事に思っている人が、うん、例えば自分より先に亡くなって、うん、この場合は例えばさ、会いたいなとか、うんうん、例えば伊藤ちゃんだとちょっと前にね、うん、大好きだったおじいちゃんお亡くなりになられて、うん、あとおばあちゃんもね、おばあちゃんもね、だからおじいちゃんとかおばあちゃんとかもし会ってね、話ができるなんて言ったらさ、うん、まあそれはね、それはいいよ、いいって思うけど、うん、分かんないじゃん、うん、もしかしたらじゃあ出てきたおじいちゃんが、うん、ね、うん、伊藤ちゃんの頭ではね、うん、ゆかり久しぶりだなって、うん、元気にしてるかって、うん、あ、おじいちゃん元気、まあ死んだ人に元気っていうのもなんだけど、うん、まあなって、うん、っていうイメージをしてたら、うん、ね、出てきたおじいちゃん、うん、お前なんやねん最近、いやもうね、ずっと見てるけどお前どうしたん、お前もっとちゃんとせえよお前、うん、いやって、そう、そのね、怒られる気しかないだろ。そうそうそう、だから分からん。でもっと言えば、うん、ね、自分が例えば、うん、ね、本当にこう例えば恋人とか、うん、ね、その親しい関係だった人で、うん、ね、はあ、あんなこと伝えきれんかったなとか、うん、ロマンティックに思ってたのに、はい、出てきたら出てきたで、はいはい、いや、っていうかさ、私さ、前から言おうと思ってたんだけどさ、とかもう言わんたって、もう、ね、分からんね、何言われるか分からないから、そうだよね、そうだよね、そんな、自分の都合よくね、いかないですね、先に行っちゃってごめんね、うん、とか、うん、ね、でも、ね、元気で長生きしてね、なんて、そんなさ、自分の都合のいい会話になるかどうかわからんから、確かにね、そうだよね、うん、それだったらないや私いいよ、うん、会えなくて、な、思い出として、まあ、そうだね、うん、そういうもんなんだろうな、うん、だから、うん、きっとな、うんうん、だってオーナーとかが出てきたらさ、どうする、いや別に多分何にも変わらんと思うわ、多分、まあそうだよね、あ、まあそうだけどさ、あの出てきても、うん、出てきて多分話す内容とかもさ、うん、多分全然なんかもう生きてる時と変わらんすぎて、うんうんうん、そうだね、うん、で俺も俺でも多分 最初こそさ、もしかしたらな、本当にそんなのあった
って、まあ、びっくりするかもしれないけど、まあ、一言二言喋り出したらな、っていうかお前も死ぬなら死ぬで、お前もうちょっとちゃんといろいろなんかやってくら死んどけよお前大変だったわお前死んでからいろいろとか、まあ、まあそうだね、そうなるわきっとな、そうだね、だからまあそういう意味でやっぱり会えんくていいのか、会えないかもしれないからこそ、そうだね、そう、いいんだと思うんだよね、うん、な、うん、まあ、ただ、うん、お仕事的に、うん、あの会えたらいいっていう人はいる、それこそさ刑事さんであったりだとかさ、うん、あ、まあな、未解決事件とかな、そう、ね、そう、あとはさ、ほらこう調べる人、うん、あのキラキラ光るとかドラマの、うん、どういうこと？死因をさ、こう調べる人とかさ、原因を究明していく人とかだったら、解決するやつ、うん、解決しなきゃいけないことがあるね、そうそうそう、人にとっては、うん、まあいいんかもしらんけどさ、うんうん、まあでも分からんな、分からん、うん、でもやっぱ、でもやっぱこれはもうね、うん、まあ、もちろんこれはもうフィクションではあるんだけれど、はいはい、うん、やっぱ大事なのはね、やっぱりその会えな、これはだから生き死にに関わらずですよ、うん、会えなくなった人を自分がやっぱりどう思い、ね、こう続けるかというか思い忍ぶか、うん、ね、まあ、もちろん忘れていくってことも一つの優しさだったりするかもしれない時もあるしね、うんうんうん、やっぱり結局は自分次第って自分の問題ってことになるんだろうけどね、うんうん、まあでも本当ね、久しぶりに僕も見て、あの見てっていうかね、あの、まあ、渡辺さんはね、はい、あの助手席でずっとこうやってね、うん、まあ、僕はちょっとこう音が聞こえてくるぐらい運転してるからね、うん、聞こえて、渡辺さん助手席でこうやってふーんなってこうやって見てね、偉そうに、うん、僕は一回見てるから全部、あ、そっかそっか、うんうん、で面白いよって言って渡辺さんに見たらなって言ってね、うんうん、あれだったんだけど、まあ、僕も音とか聞こえてきてもう内容が全部こう大体思い出すからさ、うん、いや、 やっぱりよくできてるドラマだな、うん、いや、そうでした、うん、面白いなと思ってさ、うんうん、でまたね、あのそのさっきも言ったけど滝藤さんなんかが、うん、あのまあ、いわゆるこう忍び込んだり、うん、するこう達人なんだよね、うん、時に平凡なサラリーマン、うん、時になんか、電気屋さんとか、うんうん、まあ、なんかもういろんなこう扮するんだよね、うん、ああいうのもちょっとまたなんかこう客観的に見てるとかっこいいよね。いや、そうだね、かっこいいですよね、うん、なんかで、うん、なんだろう、もちろん滝藤さん本当に魅力的な俳優さんで、うん、すごく僕も大好きな俳優さんでもあって、うん、で半沢直樹にも出ててね、うん、半沢直樹の時はあの途中でちょっとこう病気を患ってしまうね、うん、ちょっと気の弱いところもあるような役柄だったり、うんうん、かと思えば今回のそのボーダー、今回というかボーダーではね、うん、そういうその裏の住人でありながら、うん、こう裏の住人でありながらでもその美学的に自分の中にはねちゃんとやっぱりそのこれは許せないみたいなのもあったりとか、うんうん、それでいてある意味こう誰にでもなれるってことは、うん、ある種の存在感を消せるわけですよね、うんうん、あんまりこうもう一回見たら忘れないみたいな人だとさ、うん、向かないわけじゃない、そうですね、うん、でなんかそういう雰囲気を演じられるっていうのはまたすごいなっていうさ、うんうん、そうだね、うん、まあ、なべちゃんみたいにね、はいはい、ある種こうイケメンだとね一回見たら覚えちゃいますから、そう、あ、だからあのね一回見ち会った人はさ、うん、また見たらさ、お、お、俺この間のってなっちゃう。だから存在感がある意味薄くないとダメなわけです、そういう人は。なるほどね。だから俺ぐらいじゃぴったりだと思うね。いや、そんなことないよ。スーツ着てたらサラリーマンに見えるし。見えないね。ね。作業着着てたらあのガス会社の人みたいに見えるし。うんうんうん、ね。ないね。うん、だからそういうふうにこう七変化できるタイプ。見えないでしょ。いや、俺は七変化タイプだよ、俺はもう。嘘。で、こうちょっと分け目とかこう、ピッてこうしてね。それだと何たい、何に見える？これだと、だからサラリーマンとかこう、こうしてさ。あのさ、はっきり言ってあげようか。なんだよ。あの、全く見えないし、勘違いされてますよ、自分のことだいぶ。ねえ。で本屋さんとか行ってさ、うん、あのこう立ち読みなんかしてたら、うん、もういわゆるなんかしがない、うんうん、サラリーマン役というかさ、でしたね、だいたいほらあの接触して、うん、小栗くんが、うん、ね、
うん、その滝藤さんに例えば何かを依頼するときとかは、うん、そういうね、なんか何でもない本屋さんのコーナーの一角に奥利くんがこうやって本を選んでるふりぐらいしてこうやっていると、うん、スッと隣に来てね、うん、今回は何ですか、うん、とか言うと、そう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 、なんかふっとこう、うん、なんかメモみたいなのを渡して、うん、ね、うん、なるべく急いでくれみたいなさ、はい、うん、いやいいですね、でそれパッと取ってかしこまりました、それではとこういなくなるね、うん、ねえ、だからああいうのちょっと、いや、かっこいい、ああいうシーンちょっとやってみたいよね。言葉に詰まったわ私って単純にちょっとやってみたい、ああいうかっこいいですよ。じゃあ今度さ、うん、サロンワークの時もやってみようか。はあ、こうやってスッ前髪カットです。それ普通に言えばいい。だってやってみたいって言うんだからさ、うん、シーンとしてね。そうで、私が何かやってたら代表がスッと来て、うん、次前髪カット、うん、急いでくれ。早く準備してくれ、うん、かしこまりましたみたいな。、うん、いいんじゃない、まあね、まあまあまあ、うん、まあ、だからできなくはないけど、久しぶりに見てね、はい、まあ面白いドラマだと、見たことない人はね、はい、ちょっと一度で、まあ確かにちょっとお化けが見えるとか、うん、死者と話せるっていうと、うん、なんかちょっとオカルトチックに思う人もいるかもしれないけど、うんうんうん、ストーリーとしては非常にね、こうなんて言うんでしょうね、ハードコアな内容で、はい、うん、非常にこう人間のどちらかというとやっぱり心理をね、うん、ついていくようなドラマで、決してホラーみたいなことではないんですよ、うんうん、そうですね、うん、最初もちろ ん, なんか急に現れるからね、うん、最初こそなんか小栗くんも含めてちょっとこうびっくりしたみたいなね、うん、描写もありますけど、うん、どちらかというとねヒューマンドラマなんで、うん、ちょっとこれはね興味ある人はぜひ見ていただきたいなっていう、はい、ふうに思いました、はい、ということでね、はい、今日は渡辺さんと移動中にね久しぶりにちょっとこう見聞きした、はい、小栗旬君主演、うん、ボーダー面白い、ね、今 Amazon プライムでも、うん、見ることできますよ。あ、 Amazon プライムじゃないか、この間はあれ、あれ Amazon プライムかネットフリックスかな、ネットフリックス、あ、嘘ついた、私ネットフリックス見れないのに、あれどっちだったかな、まあまあ、まあ調べましょう、どっちかで見れると思うんでね、はい、うんうん、まあ、興味のある方はぜひ見ていただければなというふうに思っております。ということで、はい、また次の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。あれどっちだったかな、どっちだ、早く調べてください。